人生のステージを爆上げする方法を教えます。その方法はもったいないと思うものを手放すことです。もったいないと感じている時って僕らは必ず損得で考えています。これを残しておいたら何か得するかなとか、もったいないなと思う時は必ず得をしたいがために残しています。やりたいことを純粋にやった時の方がステージって上がるんだよね。だから損得を考えずにやりたいことだけやる。なのでもったいないと思ったものは捨てていきましょう。